真べか一郎、真う、学一郎、真ちろ一,一郎、政治体、学べよしかず、1878年、明治11年8月8日から1941年、昭和16年12月29日は、明治後期から昭和初期の医学者、日本における、物理療法、理学療法、レントン学、温泉療法の先駆者。 日本内科学会会頭、日本医学放射線学会初代会長を歴任。X 線に、レントゲンの名を、初めて使用し、日本に定着させたことでも知られ、異性と呼ばれた。愛媛県新郡大町村、県西城市大町に生まれる。西城高等小学校、愛媛県神城中学校、現松山東高に学ぶ。中学の教員に、夏目漱石、同級生に、 松根東洋城がいた。1896年、明治29年中学卒業、第一高等学校、現東京大学教養学部進学。5歳で父を亡くし家計は苦しかったが、小学校より大学卒業まで一貫して、主席で特待生として勉学を続けることができた。1900年、明治33年、東京帝国大学一科大学。 現東京大学医学部に入学、青山種道教授の下で、内科学を専攻、ベルツラの訓導を受ける。1904年、明治37年卒業。この頃福島県の飯坂温泉や兵庫県の木の先温泉の放射能を測定し、飯坂温泉で、日本で初めてラジウム線の存在を確認、飯坂の名を有名にする。1907年、明治40年。 帝大医科大学助手となり、翌年東京帝大医科大学院に入学。1911年、明治44年から3年間ドイツに留学して、物理療法、理学療法を研究。この頃、野口秀夫の治具を得る。帰国後東京帝大医科大学講師となる。1915年、大正4年、青山の伝染病研究所の技師となり、3年後には、 新設の物理療法研究所主任となって、内科治療に、X 線、ラジウム光線、電気治療などを導入した。真鍋は、学生時代、長与太郎や、島、その順次郎をしのぐ秀才と言われながら、その妥協を許さない、直上傾向な性格から不遇をもってなるおやと言われた。その真鍋も、1926年、大正15年に、青山内科を、 稲田隆吉が継ぐと、自らは、内科物理情報学講座、物量内科、通称、学部教室を開設し、10年講師が、ついに教授となった。それでも頑固教授として知られ、わしの論文を審査できる教授は、定大にはおらんと、博士論文を一切出さず、東大教授でありながら、博士号を持たない発令となった。学院より、臨床に重きを置く学部のもとを、 多くの著名人が患者として診察に訪れた。大正天皇、浜口祐子、夏目漱石などの主治医を務めたのも、真鍋である。物量内科はそうした幅広い人脈と、有力な資金源とに支えられ発展していった。晩年は癌を病み、帝大病院に入院する身となったが、妹と弟子の一人に毎日戦争時に参らせ、梵用を弔問させた。 二人が参拝する二時間は不思議と痛みを感じることがなかったという。1941年、昭和16年死去、六63歳。真鍋は大正から戦前昭和期の成功者によく見られる努力に絶対的価値を置いた人物だった。とりわけ、努力量というものにこだわり、人人旅すば、我が十旅す。人重度すば、我が百旅すという。 中央からの引用をザウの名としていた。マナベの中学時代には、新任の教師に意地の悪い質問をぶつけてその器量を確かめることが流行っていた。当時から、秀才の呼び声高かったマナベはそうした生徒の先頭に立って難問を投げかけ、新任教師を教団の上で立ち往生させてしまうこともままあった。休調をしていた五年生の時、 夏目金之助という新人の英語教師が来るというので、真鍋は、イーストレーキ、作、橋一郎役のウェブ数英和辞書を徹夜で弾いて、十分に予習をしておき、翌日の英語の時間に備えた。授業が始まり、夏目が悠々と教材の講義を始めると、果たして夏目の訳に、辞書の訳とは異なるところがあった。閉めたとばかり、真鍋はいきなり手を挙げ、先生違いますと叫んだ。 何が違うかと、おもむろに本から目を上げて、真鍋の方を見る夏目に、真鍋がすかさず、先生の訳には、ウェブスター英和辞書訳と違っているところがあります。それも二箇所もあるのですと、鬼の首を取ったように浴びせかける。ところが、夏目はことも投げに、ああそうか、それは一つは辞書の誤植、一つは明らかに著者の誤解だ。二つとも、僕の言ったように直しておけと言ったまま、 またすらすらと講義を続けた。出版物に間違ったことが書かれているはずはないと信じていた真鍋はこれに返し言葉もなく、逆に辞席で立ち往生してしまった。後に対策家となり、宗席とゴースコの教師の授業ぶりに、真鍋は敬服し強く感化されたと述解している。真鍋が日本医学放射線学会の会長になった頃、宗席からの願いで、真鍋はその主治医となっている。 晩年遺潰を悪化させ動くこともままならなくなった漱石は、真部さんを呼んでくれ、真部さんは歩くなったと聞きて見てもらう約束があるんだからと応診を依頼、医療、学会、講義と多忙な日々を送っていた真部は、そんな漱石に毎日時間を割いて、夏目邸に見した。その真摯な姿を漱石の妻、京子は、そばの見る目にも実に一生懸命なもので、 ご自分の身が細るほど尽くしてくださいましたと十回、真鍋の表情一つで、夫の容体が手に取るようにわかるためそ顔を見るのが、むしろ恐ろしいくらいだったという。真鍋は、この京子と共に漱石の最後を見取っている。1930年、昭和5年11月14日、東京駅頭にて、浜口有好首相が銃撃されると、主治医として、 治療に当たったのはマナベだった。妖体は、おならが出るか否かが、生死の分かれ目。狙撃から三日後の未明、泊まり込んで浜口を見守っていたマナベと家族の前で、首相が待望の一発、病室では、万歳、万歳、おなら万歳、と歓喜の声が上がり、新聞各紙も、大々的に報じた。これを祝し,して、マナベは、秋の夜や天下に響くへ一つと呼んでいる。 しかし本人が無理を押して正解復帰を急いだこともあり、翌年浜口は亡くなってしまう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。